はい、こんにちは、レトスのおノです。えー、卓研試験も終わって、もう11月も終わりに近づいてきましたよね。で、も来年に向けて勉強されている方も、もうたくさんいらっしゃると思います。で、何から勉強していったらいいかわからない、まあそういったご相談多くいただきますので、まあその点について今回、えー、お話しできればなと思います。今回ちょっと2つの方、えー、に対してお話しするので、ちょっと二部構成みたいな形にさせていただきます。えー、一部っていうのは、 今年受けたけれども、えー、なかなか合格するのは難しかったっていうことですね。で、もう一人の、えー、方っていうのは二部ですね。二部については、これから勉強始める。全く卓研の勉強したことがないっていう方に対してお送りする動画となります。まず一つ目。これまで勉強してきた方ですね。この方については、この早い段階から苦手分野を先にやっておきましょう。例えばあなたが権利関係が苦手というのであれば、 今年中12月末ででですねまでであれば約1ヶ月ちょっとあるわけじゃないですかその間で権利関係ある法令上の制限苦手っていうのであればこの1ヶ月ちょっとの間で法令上の制限を徹底的にやるみたいな感じで1ヶ月ちょっとのこの期間に絞って苦手分野を徹底的にやっておきましょうというのも意外と苦手分野って先送り先送りしちゃうって方多いんですけども先送りしちゃうと 結局それってやらなくて間に合わないってことになっちゃうんですよ。で、今のうちに苦手意識っていうものを克服しておけば、後になってももう復習になるわけじゃないですか。そうするとやっぱり比較的に気持ちも楽なんですよね。なので、今から12月末までは苦手分野に絞って勉強を進めていただければと思います。で、やるべき内容っていうのはやっぱりね、過去問やった方がいいです。 で、テキストっていうのは、まあ、辞書代わりみたいな感じですね過去問の解説を見てもわからないからテキストを見るみたいな感じで進めていくといいと思いますあくまでも中心は過去問ですねでできれば周辺知識つまり関連ポイントですねもう一緒に勉強していただきたいのでそれについてはおそらく過去問の解説に載ってないと思うんですよそういった部分をテキストで関連ポイントを収集していくっていうやり方を取っていくと 効率的ですで続いてこれから勉強を始める方ですねこれから勉強を始める方についてはまあ権利関係もしくは宅研業法あたりから勉強するのがいいかなと思います私がおすすめするのは権利関係ですでその理由なんですけども宅研試験っていうのは読解力がすごく必要になってくるんです読解力っていうのは問題文を理解する力です問題文がおおよそ分からなくて試験で落ちちゃう また試験の引っ掛け問題に引っかかっちゃうっていう方がほとんどなんですねで今年の試験でボンミスをして落ちた方の多くがボンミスで落ちたっていう風に軽く考えちゃうんですよでも実際のところは問題文が理解できていなかったっていう話なんで課題としてはすごく大きいんですねでそれに気づかずに問題文の理解っていうところに焦点を当てずに勉強し続ける方って多いんですけどもそれやっちゃうとまた来年も落ちちゃうってなるんですよ なのでこれから勉強を始めるというのであればまず問題文を理解するってところがすごく重要なんだってことを意識しながら勉強していただきたいんですねでその問題文を理解しながら勉強するっていうのに一番適している分野っていうのが権利関係なんですよ宅建業法法令上の制限税その他って意外と問題文って簡単なのでもうさらっと読んじゃっても分かっちゃうみたいな感じになるんですね一方で権利関係 民法いわゆる過去問で言うと問い一から問い十四の部分なんですけどもこのあたりっていうのはちゃんと理解していないと問題文の内容問題文の状況すらわからないってなるんですね、まあ、そういった状況で勉強を進めるってことを基本しないじゃないですかなので権利関係からやっていくと読解力もつけることができるので私は権利関係から勉強することをお勧めしております実際弊社の個別指導でも権利関係から先にやります で、ここで、まあ、個別指導なので、どうやって問題文を読むか、つまり問題文の理解の仕方っていうのがあるんですけども、そこをお伝えをして、実際受講師様には、それを実践していただきながら、読解力をつけていただいております。あと、はじめは解説見てもわからないと思うので、ま、はじめはそれほど気にしなくてもいいです、解説は。とりあえず、問題文を理解して、まあ、解説を見ながらでもいいので、解説を見ながら問題文を理解するってことを、えぜひやってみてください。 で、まあ、後々の話になるんですけども、結局はやっぱり解説も理解しなきゃいけないんですよね。で、そうなった時に、おそらくお持ちの教材の解説には理解すべきところまで載ってないと思うんですよ。となると、テキストを調べるわけですよね。でも、テキストにもおおよそ載ってないです。で、予備校とかでもやっぱりあんまり教えていない部分って多いんですよ。予備校通信講座では。なんで、そういった部分は、専門書だったり、専門家が書いているホームページだったりとかを調べながら、 勉強を進めていくといいいくとと思います権利関係であれば弁護士さんのサイトとか法律事務所のサイトとか法令上の制限であれば国土交通省のサイトとか建設業者さんのサイトとか税金関係だったら税理士さんのサイトとか国税庁のサイトとかそういったもので調べながら理解を深めていただければと思いますもしなかなか自分自身で理解学習するの難しいという方はぜひ個別指導をご検討いただければと思います 理解ができれば卓研試験ってもうほぼほぼ1回で合格できますで実際個別指導の受講者様の中には外国籍の方もいらっしゃいましたでもちろんその方日本語はま喋れると思いますただメールの文章を見ててもちょっと違うかなっていうところもやっぱある方なんですよねそういった方でもちゃんと問題文の理解の仕方っていうものを学んでいただいてそれを実践して 一問一問に対してそのやり方を使っていけば達見の問題文ぐらいであれば理解ができるようになるんですねなのでまあ日本で生まれた方であれば全然日本語って喋れるわけじゃないですかでまあ高校生以上であれば達見の内容って読み方をちゃんとえ理解していただければちゃんと理解でできるるようになります初めて見る問題でも理解できるようになります重要なことっていうのは初めて見る本試験で理解できるかどうかが重要なんですよ 過去問で理解できるかどうかよりも初めて見る問題で理解できないとい意味ないですよね。まあもちろん勉強で使っていくのは過去問になります。ただまあ今回の試験で問題文が理解できなかったっていうのであればそれは読解力不足なんでまずは問題文を理解するっていう勉強をやった方のが合格には近づくと思います。今からであれば来年新たに合格していただける自信ありますので一緒に勉強できたら嬉しいです。 個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでぜひご確認いただければと思いますあなたの受講をお待ちしております宅検合格目指して一緒に頑張っていきましょう